教えてますさんのお時間です。はい、今回も、戦術編ね、個人戦術、グループ戦術を含めた、戦術編ということで、マスさんのメソッドにある、そういった戦術を辞書的な内容でご紹介していきたいと思います。今回の戦術はですね、アユダディフェンシーバーです。こちらは、前回やったコベルトゥーラと、まあ、ある程度セットで考える必要もあるよってことも前回言ってたんですけど、まあ、そこの部分についても少し掘り探りながら今回ご紹介していきたいと思います。要はどんなものか、どんな状況で使うのか、何をするのか、まあ、その結果どうなるのかっていう、戦術の基本的なポイントをですね、皆さんに、知ってもらいたいと思いますので、ぜひマスさんにこの辺を教えていただきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。それでは教えてマッサン、アユダディフェンシーバーとは要はどのような戦術パターンでしょうか。はい、簡単に説明すると守備の助けです。自分のマークを外して行う助けのアクション、どんな状況で活用するかというと、守備をする仲間が突破された時、あと、はい、もしくは守備をする仲間が突破されそうな時、うん、具体的に何をするかというと、自分のマークを捨てて、突破された味方の代わりにマークをつく、まあ、もしくは突破されそうな味方に近づく、はい、その結果、突破されそうな状況を回復すると。これがアユダディフェンシーバーということで、はい、多分前回やった、コベルトゥーラ、要はカバーの部分とある程度セットで考えた方がいい理由は、多分前回の、コベルトゥーラはどちらかというと、そのカバーをするそのものではなくて、カバーをしようとする準備とか意識とか、そういった部分 の、 考え方というか、そのを言葉にしてたので、ちょっとすごく丁寧に2つに分けて考えて、今回はどっちかというと実際に助ける部分のアクションの話です。だから前回言ったけどセットの方がいい、要は助けようとする準備をしていることをコペルトゥーラで、それでアイドディフェンシブで実際にそこで、カバーに行くようなものだから、セットでそのカバーというアクションの守備のセットだよっていうようなお話なんですね。多分そうだけどっていう話で、前もカバーの話で結局守備 の、 突破されたら出た方がいいっつって、まあ、そこまでセットにした方がいいんじゃないかって話まで行って、でこの守備の助けっていうのはグループ戦術じゃなくて個人戦術で捉えてて、まあ、助けるそのものだからね。そうだから、なんかカバーするとかしないとかもう関係なく、単純にもう あいつ抜かれたから助けに行こうとか、はいはい、あいつ抜かれそうだから助けとこうみたいな、分かりやすいじゃないですか。5年生とかでもカバーとかになってくる、まあ、全然伝えるチームはあるけど、僕はカバーってもう中学生ぐらいまで伸ばして教えないんですよ、うん、だけど5年とか6年、まあ、6年ではちょっと教え出すんですけど、5年生の時にじゃあ何を教えるかって言ったら、カバーの代わりにこの守備の助けっていうところを教えて、うん、まあ、抜かれたら助けろ、抜かれたら助けろみたいな、抜かれそうだったら助けろみたいなぐらいの、まあ、ニュアンスで教えるんですよ、うん。まあ、だから要は結構多分同じようなダブってんですよ。カバーと守備の助けって被ってる部分は結構あると思うんですけど、はい、まあ、なんか指導者が伝えるときにその分類がね、しやすいというか、頭の中を整理できるっていう、まあ、頭の中整理するとそのカバー自体はその事前の準備の意識とかだったりするから、なかなか複雑だったり状況によって変わったりするよって前回も言ってたけど、うん、そうじゃなくて、まずはそもそも抜かれたら助けに行こうっていうシンプルな、そのアユダディフェンシーバーの部分を、うんうんうん、まあ、シンプルにまず理解してアクションできるようになっておくと、まずはいいよっていう、うんうんうん、まずはそもそもどういう状況でどう助けるんだとかの前に、そうそうそう、なんかまず助けようよみたいなところで考えておくといいってことでね。でその上で、そのコペルトゥーラって言われる、まあ、カバーの実際の意識を深めるのは、よりレベルが上がったりだとか、うん、複雑なものが理解できるようになった、うん、そのユース世代とかになって段階的に高めていくんだっていうことね。なんでどうカバーするの、どうやってカバー準備するのっていろいろあるけれど、まずはそもそもカバーを、その間ディフェンシブで助けなきゃいけないんだよっていうことをまず最優先に考えておくといいってことなんですね。まあ、そこはだから言葉の意味みたいなものがあるから丁寧に分けてはいるけれど、要は仲間のカバーに行くっていう、うんうんうん、そうね、もうカバー、仲間のカバーに行く、まあ、カバーって要はカバーじゃないですか、うん、覆うって意味があるんだよね、絆創膏とかそういう感じですよ。そうそうそう、だから仲間のカバーに行くってなんかちょっと表現なんかあれじゃない、仲間をカバーするっていうイメージだよね、うん、仲間のカバーっていうと仲間の助けに行くっていう感じでしょ、うん、だから、ね、
言葉的にはちょっと違う、ね、母の状況を覆って、そうそう、なんかやられそうなところだったらちょっと覆っといてみたいな。だけど人の話があれ、助けだからか、仲間、ごめん、ちょっとさっきの、まあ、言葉の話だからちょっとあんまり仲間をカバーする、なん、何だっけさっき言葉の定義をそう、だから多分ね、言葉の定義をこの戦術っていうのはちょっと人に分かりやすく伝えるために角度を右から左からと、ね、見方を変えた言葉で前や後ろとかで、そういう風に言葉を伝えているから難しいところがあります。なので今回の守備は前回に続いてカバーする準備と実際に助けるっていうことがセットにはなっているけれど、まあ、まあ、まずはこの実は前回のよりも今回のその間ディフェンシーバーっていうところのまずシンプルな助けようっていう意識を持つ。でそれは要はさっきマッサンが言ってくれたように、まあ、あの覆うカバー覆うってことだったり、まあ、それを覆いながらも要は自分のマークだけじゃなくて仲間のピンチも助けてサポートという、そういったところをやっていくっていうような意識なんじゃないかなっていうところで、これ以上で、ね、多分これを深めたらもう言葉の話としてね、すごくなるから我慢しますか。もっとし、もっといろいろ話してよみたいな話で、これもなんか、ね、前回のと一緒にね、掘れる掘れる、いろいろ掘り探れるコンテンツ、その辺のね、またあのカバーについてのちょっと掘り探りとか、また別の番外編とかを含めてもやってっていいかなっていうのを前回ね、メンバーとも話してたんで、そういうところまたぜひご期待ください、はい、ということで、はい、今回はそろそろお時間になりましたので今回はここまでにしたいと思います。はい、教えてました。本日の、個人戦術のパターンは、アユダディフェンシーバということで守備の助けです、前回のカバー助けの準備とセットで要は、味方を包み込むように助けるというような、戦術の話になりました。こういったところはまた次回掘り探っていきたいと思いますが、またですね、あの守備戦術についてまだいろいろありますので、次回もそういった守備の戦術についてご紹介をしていきたいと思います。はい、次回教えてますさんもお見逃しなくということの前に、いいねとかね、チャンネル登録もぜひお願いします。これで、こういうこともちゃんとお伝えしようとないといけないので、はい、じゃあよろしくお願いします。以上でございます。最後